それでは人間科学部行ってみたいと思います。今日の長文は内容1、まず1題目の設問数は4つで、2題目の長文の設問数は3つ、合計7問いきますので一緒に頑張りましょう。サミさん、全体像はこんな感じでございます。サミさん、問いの1番でございます。でこれは第1段落読んだ段階で解けるかと思いますので、こちら一読していただいた後、検討をお願いします。サミさん、説明の指示を読んでいただきますと、このワンちゃんの名前の話がありますよね。もちろん秋田という名前ですが、皆さんこれが第1段落のこの辺りに対応してますよね。ですから皆さん、この上から3行目あたりを読んでいただけますとヒントがもらえたかと思います。皆さん、話の内容をご存知の方いらっしゃるかもしれませんが、秋田県に暮らしていたワンちゃんですね。で皆さん、それがその犬種が名前を得た方法ですね、それを説明しております。ですから単純に秋田県で暮らしていたから秋田犬で、皆さんそれで選択肢眺めていただけますといけそうですね。そうです、秋田県に由来するという選択肢が全くないので、正解は D ということでよろしいかと思います。でちなみに選択肢の C、 東京アイツ、皆さんこれをご存知の方一部いらっしゃるかもしれませんが、東京都民のことですからね、まあ何年かに一度の割合で見かけるレベルなんですが、念のため知っておいてもよろしいかと思います。サミさん、続いてとの4番でございます。皆さん、説明の指示を読んでいただけるとわかるかと思いますが、この文章のメインアイディア、つまりテーマですね。皆さん、まだ第一段落しか読んでいただいてはおりませんが、この段階で削れるものですね、それを検討していただけるとよろしいかと思います。サミさん、まず選択肢の A ですね。秋田犬はその県の名前にちなんで名付けられました。で確かに皆さん、これは2行目3行目このあたりですね、言ってることが合致いたします。でそして選択肢の B、 皆さん Japan's oldest breed と書いておりますが、皆さん1行目のこのあたりですよね、最も古い犬種のうちの一つと書いておりますので、この秋田犬が日本で一番古いというわけではなさそうですね。でそして選択肢の C、これは2000年と書いておりますが、皆さん該当箇所ここですね。皆さん読んでいただいてわかるかと思いますが、 more than と書いてますね。ですから2000年以上前の話でございますので、選択肢の C、 ここが×ですね。そして選択肢の D、 皆さん前半のロイヤルティの話は第一段落にはないですが、この後半ですよね、 breeds、 皆さんその犬種の話はこちらですからね。ですから第一段落の段階で選択肢の A か D かに絞って次の段落ですね。サミさん、第二段落全体像でございます。これを一読していただいて、先ほどのとの4番検討をお願いします。サミさん、選択肢の A ですが、これは皆さん第一段落に書いてありましたが、第二段落にはないですね。ですから説明の指示にあるようにメインアイディアとは言えなさそうです。そうすると皆さん、選択肢の D の前半、忠誠心のお話ですね。でそれは皆さん、このあたりに書いてあるかと思います。ハチ公は駅で待ってるんですね。で皆さん、主人が毎日仕事から戻ってくるのを待つんですね。そして皆さん、選択肢の D の後半、人気が高まったという話ですが、皆さんこのあたりですね、観光名所だけでなく東京都民のミーティングスポット、つまり待ち合わせ場所ですよね。でそれに関して popular と書いておりますので、バッチリでございます。ということで正解は D ということでよろしいかと思います。サミさん、続いてというの2番ですね。これも皆さん第2段落からいけるかと思いますので、検討をお願いします。皆さん、この該当箇所はこの緑の三角括弧のところでいけそうですね。そうです、ご主人の帰りを待ってるんですよね。このあたりでよろしいかと思います。で皆さん、試験中は分からなくてもいいかと思うんですが、選択肢の A、 キャナパート、突然ある状態にする。そして選択肢の B のコミッション、うにゃうにゃを注文する。で皆さん、それが試験中分からなかったら保留で OK ですからね。で選択肢の C、 これはリユナイトと書いておりますので、もう一回一緒になることですね。ですが今回は皆さん、本部長もこのまま書いてくれておりますので、選択肢の D が正解ということでよろしいかと思います。サミさん、問いの3番でございます。こちら検討をお願いします。サミさん、これ説明の指示を読んでいただいてわかるかと思いますが、ハチ公が亡くなった後に起こっていないことですね。ですから該当箇所はこのピンクのところでいけそうですね。サミさん、読んでいただいてわかるかと思いますが、亡くなる前に immortalize
で、もちろんこれも試験中分かんなくても大丈夫です。不朽の名声を与える。で、それは分かんなくっても亡くなる前という話でございますので、亡くなった後ではないので選択肢の B。こちらが正解ということでよろしいかと思います。さあ、皆さん2題目でございます。先ほどとは違う別の問題ですからね。で、皆さん段落は3つあるんですが、まずはここが第1段落。そして第2段落、これは2行しかございません。で、その後第3段落へと続いていくんですが、まずはこの問いの6番ですね。これが第1段落を読んだだけで解けるかと思いますので、まずは一読していただいた後、検討をお願いします。そして、設問指示の免疫システムの話は、こことここですよね。で、まず一つ目、overreacts。これが選択肢の B と言ってること同じですね。そして皆さん、続いて releases という話は選択肢の C とつながりますね。そして二つ目の免疫システムのところを読んでいただきますと、confuses。これが選択肢の A とつながってきますね。ですから選択肢すべて当てはまりますので、正解は D ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて問いの7番でございます。皆さん、この設問の指示を読んでいただけるとすぐわかるかと思いますが、メインアイディア。まあ、テーマの問題ですね。で、小宮さん、第1段落と第2段落を読んだ段階で、ある程度正解選べるかと思いますので、検討をお願いします。さあ皆さん、選択肢の A ですが、皆さん、このコアなヘイフィーバーですね。花粉症の話は、例えば第1段落、このあたりに書いております。ですが、前半のクックドフーズ、調理された食べ物という話は、第1段落、第2段落、書かれていないので、まずは A は×。で、続いて選択肢の B。フルーツとか、皆さん、ヘイフィーバーですね。これは確かに第1段落に書いてありますが、第2段落にはないですね。ですから、第1段落だけ。一部分の話でございますので、それは皆さん、メインアイディアとは言えないですね。そして選択肢の C をすっ飛ばして、選択肢の D。これも前半、ローフルーツ。そして、ヘイフィーバーですね。確かにこれ皆さん、第1段落、このあたりでよろしいかと思います。ただそれが皆さん第2段落にわたって書かれているかというと書いていないですね。で、一方選択肢の C ですが、皆さんヒスタミンの話は第1段落、そして第2段落記載がされております。そして選択肢の C の後半のアレルギーの話も第1段落、そして第2段落、複数の段落にわたって記載されておりますので、こちらがメインアイディアと言えそうですね。ですから選択肢の C が正解ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、第3段落でございます。ここを一読していただけますと、この問いの5番解けるかと思いますので検討をお願いします。さあ皆さん、説明の指示に口内アレルギーの話がありますね。で、皆さん、それが起こってしまうのを防ぐ、そういうものに役立つものが何なのか、それが皆さんこのオレンジの三角括弧のところに書いてますよね。で、皆さん読んでいただきますと、例えばこのあたりですね。同じ果物や野菜を炊いて食べるんですが、それは when they are cooked。それ、調理されるといいんですよね。で、もちろん次の文章中もこれですね。調理の際の熱。それが素晴らしい影響を生み出す話が書かれております。ですから正解は A ということでよろしいかと思います。